はい、今日も日本の社会を考えてまいりましょう。東京都議会議員の川本慎一郎です。今日はですね。読売新聞が独自つまりスクープということで,ですね。報じた2025年世界陸上日本象徴申請来年3月に開催地決定という記事について、皆さん方に考えていきたいと思います。オリンピック、パラリンピックが終わったばかりです。この決算をどうするんだ。もうスポーツ大会いらないよ。いろんな声がある中で私なりの考え方。これは？ 皆さんにご理解いたただきいいんですねいろんな思いでオリンピックを見てきたいろんな思いでスポーツ大会とか施設とかいろんな競技場とか見てきたと思います国立競技場の建設も思い起こして私とじっくり今日は少しの時間で構いませんので考える時間いただきたいと思います初めて動画を訪れた皆さんチャンネル登録していただいて下記にコメントいただきたいと思います皆様からいただいたコメントすべて目を通した上で次の配信制作定義につなげてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたしますということで10月2日土曜日の15時37分読売新聞が 配信をしましたこの世界陸上に日本招致申請という記事をご紹介します日本陸上競技連盟が2025年世界選手権の日本招致を世界陸連 WA というふうに訳しましたけれどもこの WA に申請したことが2日 日本陸連関係者への取材で分かった実現すれば1991年の東京2007年大阪に続いて3度目の日本開催となるということなんですねで関係者によりますと開催地を含め詳細は調整中ですが申請期限の1日に間に合わせて承知ファイルを提出した WA は来年3月に開催地を決定するとしている25年世界陸上については去年10月来日した WA のセバスチ,バスチャン・コウ会長が 萩生田文科大臣に東京開催を提案萩生田文科大臣は今回の東京オリンピック・パラリンピック終了後国立競技場を球技専用に改修する計画を見直し世界陸上を開催する可能性を示唆していたということなんですね。で、今日テーマは2025年の世界陸上です。であのオリンピックのです、ね、その周知の あのオリンピック自体のあれパラリンピックも含めてのそのです、ね、あの検証費用の検証っていうのはもちろんやりますやった上でもこの世界陸上というのは私は結構大事に考えるべきじゃないかなと思うんですね。というのは20年大会、まあ、この20年2020大会、まあ、実際に2021年でしたけど2020大会はオリンピック無観客でした。 これはいろいろコロナの感染対策だなんだということもあって、ね、無観客だったわけですよね。するとあれだけの大きな国立競技場を東京に作ったと。で国立競技場を作るときにはもちろん国立ですからこのナショナルスタジアム国立なんですけどこれあの都のお金も入ってるわけですねこの建設費用の中には。で無観客だったということは。 あの国のお金で作った、まあ、都のお金で作ったにしても誰も見られなかったわけですよ。この世界最高峰の陸上の選手の熱、ね、き戦いをこの2020年大会見られなかった。ならば25年これだけのスペックの競技場を作ったんだから私は世界陸上などこれはまあいろんな考え方ありますいろんな世界のトップのイベントをここの競技場でやって。 この税金を使って投資したんだからこの人たちが見られるようなものを提供するっていうのも会場を作ってきた立場からすると大事なんじゃないかなと思うんです多くの皆さん方にあの場面で世界のトップアスリートの戦いというのを見ていただきたいと本当に思うんですねで一方でそのお金の問題2020年大会のこの収支はどうするんですかそういう意見もあるのはわかりますこれはきっちりやりましょうよと で私は何度も言ってるように2020年のオリンピック大会をやった後その競技施設国立競技場もこの大会のために作ったんだとあるいは東京都が作ったアクアティクスセンタープールだって世界水泳呼びたい来年世界水泳って福岡ってやりますけどこれプールがないから仮設でやるわけですね国際展示場でそしたらそっちでやりたいとかあるいは有明アリ,アキャリーナってもので世界のね競技スポーツ呼びたいと。でそれを呼ぶことを繰り返すことによって 瞬間的にはこの赤字は取り消せないかもしれないけれども、時間をかけて、例えば使用量、そんなオタクみたいなビッグイベントだったら使用料高く払ってくださいよ。あるいは一緒になってグッズを販売などしたら、グッズ販売の売り上げはこっちに入れてくださいよって、うまく収支を調整することによって、ロングで見た時に黒字になるような、あるいはこれは国や東京都の財産として必要だったってものをどう作り上げていくかというのが、 競技場の使命だと私は思っているのでまずはこの世界陸上チャレンジするってうこ,ううこれこを私どうするのかなと思ったの1日が申請期限だというのは知ってましたでどうするかなどうするかなと思ってたらまあ、申請したと独自のこの読売新聞の記事が出たんですけどさっきの読売新聞の記事で後半に出てきたこと気になるのはね国立競技場というのは 球技専用にするはずだったっていうのは、これ、あの、決まりみたいな、なんとなく浮上してた話があるんですね。今、周りにトラックがあります。で、そのトラックを取っちゃって、フィールドだけで、そこに例えば観客席周りにであの詰めていけば、身近に見られますよね。目の前で見られるわけですよ。例えばサッカーでもいいです、ラグビーでもいいです。仮に今度、世界のサッカー、ワールドカップ呼びましょうとか、ラグビーのワールドカップまた呼びましょうって言ったときに、トラックがなければ目の前で見られるんですよ。ね。だから、 トラック1回外しちゃおうぜともう球技専用にしてスタンド入れちゃおうぜそういう意見があるんですよでも,でも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 そこで思うのは2020年大会陸上やったんですよ陸上やったんですよで球技専用にするかもしれないっていうこの国立競技場が実は女子のサッカーの決勝の予定がありました でも直前でいろんな日程変更で調整だって言って変わっちゃったんですね。私あの動画でもお話ししたと思いますけど東京都のサッカー協会が目の前で準備しててやろうと思ったら突然パーンとこれやっぱ場所変えますってこれサッカー界俺はオリンピック界を変えちゃった。球技専用にすると言っておきながら球技がなくなっちゃったわけですよ自分たちから。それで球技をやるという前提だったのがなくなっちゃったってことを考えたら レガシー的なことを含めてもやっぱりまずは陸上じゃないのとその上で次のアトリエを考えるとかやっぱりやってよかったなってなるのかもしれませんでもう一点大事なことは2020陸上はまあ無観客でやったわけですがここパラもあったわけですねこれとは別にこの後にパラリンピックがありました であのパラリンピックはですねあの2度目の東京で2度目の開催なんですよ2度目のパラリンピックやるところは東京しかないんですよこんなすごいことないですねって話してきたんですけど1964年のパラあの前回の,あのパラリンピックというのは国立競技場使ってないんです。 陸上競技、オリンピックの陸上競技は、あの前の国立競技場を使ってましたが、64年は、オダフィールドだったんですよね。ヨーギー・の横にあるオダフィールドって今ありますけど。すると、今回、あの国立競技場でパラアスリートの皆さん方がやったということは、もう聖地になったんじゃないのと。 そしたら今度世界陸上ということで本当にもう一度観客がいっぱいいてそしてそのコロナも終わってるだろう2025年にですね全ての世界中のトップアスリートが集まるものを東京でやろうよっていう思いは大事にしたいと思いますただ私はこういう話をしてますけど自民党の中でもこれ私の話が全て統一された話ではありませんっていうのはお金の問題もあるんじゃないの といあとはじゃあ誰がその責任を持つのか世界陸上をやるって言ったって国が責任を持つのか東京が持つのかじゃあ陸連なのか陸連そこまで持てませんよねとかでそういう議論あるんです私もそういうの分かってます細かい作業やいろんな議論や例えば反対する人たちにも理解を得らなきゃいけないと思うんですけど大枠のこの東京の夢日本の夢そして未来に向けた展望ってことを考えると 25年の世界陸上というのはものすごく魅力的なコンテンツだと思っています。でもこの世界陸上というのは TBS が放映すするんですね、まあ、皆さん方もこれまでもいろんな大会を見てきたと思いますけどじゃ TBS がこの世界陸上の放映をするときに、まあ、どこまで協力をしていただけるかってこともあるし、まあ、今そのテレビの放映権量の問題だとかあるいはあり方って結構難しくなってますけどでも 私はこの国内でこういう陸上ってみんな好きだし盛り上げてもう一度そこで本当に国立競技場の使い方ただ単なそこどこにでもある陸上競技場の巨大版としての国立競技場ではなくてナショナルスタジアムとしてここでしかできない国立競技場の使い方というのもオリンピックの検証と同時に考えなきゃいけないと思ってたら届いてきたニュースですよってことです皆皆ささんん方方には皆さん方の思思いいもあると思います。 でですのでそういったこともコメントいただいて私も議会の都議会の中であるいはそういったそのスポーツ施設などの会合の中であの私の思いあるいは皆さん方からもいただいた参考にした意見を伝えていきたいと思いますのでどうぞまだすぐ決まる話ではないので息の長い話になると思いますので皆さん方のご支援いただきたいと思います。今日も最後ままでお付き合いいいいたただいてありがとうございました